清宮幸太郎。3割7厘、3本、16打点、OPS。845。新球場ではホームラン増えるとは何だったのか。ちな出塁率は、4割6厘。痩せてアベレージタイプになった？打席数少ない、遅刻からホームラン伸びるやろ。今度見てあれが正解なのかと思ったやろ。日ハムを出ていかなかった世界戦の今度。サード守れる近藤健介。逆にこの成績が一番しっくりくる選手って誰？近藤やんけ。周平育成成功モードやん。来年マンフリと率残しをどう融合させるかは楽しみや。怪我しなかったら25本はいけてた。せいぜい15本やな。今のハムには他にホームラン打てるやつ山ほどおるし、アベレージと出塁率残せるのが少ないから普通に助かるで。打率はやそのうち感覚戻ってくるやろ。選手のモチベーションを高めて一軍で使い続けることの大切さがわかる良い例。ほんまに頼れる存在になってきた。ホームランはこれから自然と打球が上がってきてからどんどん増やしてくと信じてる。アベレージフォルムなんだけど、ホームランの弾道はアーティストそのものなんだよな。こればっかりはマジで天性のもの。皆さんは清宮選手の成績どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。